昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか。ああいいよ、もうこっちの方が人数多かったし。あなたほんと強いよ、李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その理由はどないした。ああそうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ寄ってないよ。李の電話ないや。あなたこれからすぐ店抜けられるか。なあ、なんで？お店出たらあなた自分の家に向かう。支配人さんの家ここから遠い？いや、蒼天堀沿いや。まあご都合ね。李さん、あなたが家に着いたらそこであなたに声かける。李さん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私伝言伝えるだけ、よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私あなた大好きよ。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマゴロ、ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ。わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった？あの女、どこ隠したんや！お前ら。女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。なめとんのか。ゆうべは油断したけどな、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道をなめとったらあかんでくれ。
で。だけごついね。なんなんやお前。逃げんな。俺に用があったんとちゃうか。くそ。こっちも聞きたいことがあるに。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ。支配人。佐川。なんかトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだや。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。で、てっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やで。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんだ。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談。上司と仕事する時のいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。
やって?旋回！